桜、桜、今咲き誇る。厳冬に終わりを告げ、春の訪れを告げる、ユザ、スプリングインジャパン2024をご紹介。おっさんハイボールクラブでございます。今回はユザ蒸留所の新作ですね。今回はすごくピンク色です。春です、皆さん。春ですよ。そう、春といえば桜ですね。やっぱりこれ桜をイメージしておられるんで、こう箱のね、横にこう見てください。こういう形でこういう形でこう桜が舞い散る感じが非常に季節感をしっかりと表しておられるんですよね。うん、この春爛漫感がもう全開に出ている今回のユザの新作ですよね。どうやらですね、こちらの方はキーモルトとしてシェリーダル原酒がバッティングされているみたいですね。なので結構フルーティーかつ甘やかなニュアンスなのかなと思ってるんですけれども、少し今回のこのユザスプリングインジャパン2024の概要について見ていきたいと思います。シングルモルトジャパニーズウイスキーユザスプリングインジャパン2024は 700ml でアルコール度数は55度。甘く華やかでフルーティーな味わいが特徴で、2018年より稼働を開始したユザ蒸留所のファーストフィルのバーボンダル原酒を厳選し、キーモルトとしてシェリーダル原酒がバッティングされています。雪国の厳しい冬を越え、春が一気に幕開くように甘く華やかなアロマが広がるのも今回のボトルのセールスポイントとなっています。滑らかでフルーティーな味わいはふくよかに重なり、心地よい余韻へと続きます。進化したユザ蒸留所らしさを厳冬からの解放、心躍る春の訪れとともに味わっていきたいと思います。そんなユザスプリングインジャパン2024と比較するのはですね、こちらでございます。こちら前作の2023サードエディションですね。今回はなんと2本とも未開封でやりたいと思います。なんでかっていうとね、当店のこちらがもうすっからかんなわけですよ。ので今回は同時抜栓でストレートトワイスアップロックハイボールと順応でテイスティングしていきたいと思います。ウイスキーはフィギュアじゃねえんだよ。新しいボトルを開けるときひよってるやついねえよな。今回はダブル抜栓だ。まずはユーザーサードエディションを改めて抜栓だ。よし、お入ったね。いいね。ウイスキーの鼓動が聞こえるぜ。すべてのウイスキーラバーズに送るこの音を聞いてくれ。おう、いい音。続いて今回の主役、スプリングインジャパン2024だ。こいつも日和らず抜栓していくぜ。入った。ではこちらもウイスキーラバーズに捧ぐ音だ。おお、すごい、いい音です。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはこちらユザサードエディション2023をストレートでテイスティング。これ結構良かったんよね。あの水なら感がしっかりと、開けたてでもやっぱり結構香り立ち軽いですね。こっちもアルコール度数は55度なんで、ちょうどいい比較対象になりますね。なんか酸味を伴った甘みっていう感じで、甘さの下支えに酸味があって、それがこうしっかりとあの甘さを演出してるっていうか、結構酸味強めっていうところで、そういうとこがあの、まあ、結構人によっては酸っぱさっていうのを、レモン的なグレープフルーツ的なニュアンスを感じる人も多いかなと思いますね。その上にちょっとその穀物感っていうかスナック菓子のようなニュアンスがあって、その上に蜂蜜感、甘みが乗ってる印象です。では今回の主役ユザスプリングインジャパン2024をストレートでテイスティング。さあ、あ、香り立ち全然違うね。こっちどっちかというとちょっとウイスキー感強めっていうか、香り立ちからはむちゃくちゃ甘さを主張するというよりはちょっと落ち着いた、どっちかというとやっぱりそのシェリーダル由来のどっしりとした香り立ち。ああ、もう全然味の組み立て設計図が違いますね。でもなんかこっちにもいるこの
ユーザー独特って言っていいのかな、結構この酸っぱい感じというか酸味というか、うん、酸味ビター感、こっちの方がどっちかというと甘さが抑えめになっているので、割とすっきり系の味わい、うん、なのでバーボンバレル主体で、そこにまあちょっとシェリーがまあ少しこうアクセントとして効いてるって感じで、割とバーボンバレル的な味わいという意味では非常にまあ、あのさっぱりとした飲み口かなって感じました。ではこれを加水してどうかあるのか、トワイスアップで検証していきたいと思います。ではトワイスアップで追加検証していきたいと思います。まずはこちら、ユーザーサードエディション2023をトワイスアップでテイスティング。あーいいね、甘い香り立ち、香り立ちすんごい華やか、すごい甘いこう蜂蜜のような香り立ち、うん、やっぱり非常にサードエディションいいですね、うん、香り立ちもしっかり香ります。加水することでさらに開いた印象です。やっぱりストレートの時にあった酸味というか酸っぱさが少し後ろに下がって、ビターさが結構顔を出してきた印象で、そのビターさが真ん中にいて、その上に甘みって感じでも、やっぱりそのしっかりとフルーティーかつその蜂蜜的な甘さっていうか、非常にやっぱりバランスが取れてて完成度高いと思います。では今回の主役、ユーザースプリングインジャパン2024をトワイスアップでテイスティング。春を感じられるのかっていうところね。ああ、結構アルコールの感じ拾っちゃったな。うん、香り立ちとしては結構アルコールのアタック感もちょっとあるね。なんか香りがちょっと穏やかな分、アルコールの主張っていうのが結構顕著に出てるイメージ。なので結構甘い香りがブワッと広がったこのサードエディションに比べると、ちょっと落ち着いた印象っていうか、うん、味はどうか。おお、味はでもやっぱり飲みやすいですね。やっぱりキーモルトにシェリーダル原酒が使われてるって言うんですけど、なんかシェリーダルよりもむしろバーボンバレルの方が結構いい仕事してるなっていう印象で、まあ、シェリーダルのもちろんニュアンスもあるんですけど、そこまでドシェリーというか濃い味シェリーっていう感じではなくて、まあ、添え物というか、個人的にやっぱりバーボンバレルの味わいが結構前面に出てきてるなという印象ですね。非常にでも、まあ、フルーティーでやっぱり飲みやすい、まあ、結構すっきり味っていうのがこのスプリングインジャパンですかね。もうなので、まあ、春にさっぱりと飲むにはいいんじゃないかなと、まあ、これからやっぱり夏に向いていくに従って、やっぱりこういうちょっとライトテイストな味わいっていうのが、まあ、ちょっと受けるのかなと個人的には思ったりします。では続いてロックで追加検証していきたいと思います。冷やしてどう変わるか、レッツロック。ではロックで追加検証していきたいと思います。まずはこちら、ユーザーサードエディション2023をロックでテイスティング。レッツロックだ。さあ、あー結構甘い香り立ち、うん、冷やしても結構香りますね。まあ元々の度数がね55度なんで、まあ冷やしてもこう溶け出しが遅いのでいい感じになると思いますよね。あー甘さとビターさのバランスがちょうど良くなりました。結構ね、ストレートトワイスアップと常温だと甘さが結構強烈に、まあ、主張してたんですけど、ことここに来て冷やしてロックスタイルにすると、甘さとビターさのバランスがギュッと凝縮されて、非常に飲みやすい、いいバランスになってます。なんかね、どっかで飲んだことある大手の、まあ、某 S 社のなんかバランスというか、味わいに似てますねって感じで。某 S 社の Y 崎さんのようなこう味わいが感じられる、それがこのサードエディションのロックかなと思います。では今回の主役、ユーザースプリングインジャパン2024をロックスタイルでテイスティング。レッツロック。あー結構酸味が結構なんか、あーでもいい香り立ち、うん、酸味を買う。なんやろこの感じ。なんか柑橘感って言ったらいいのかな。なんか不思議な酸味を帯びた甘い香り立ちっていうのかな。形容しがたいんやけど。すごいですね。やっぱこちらも55度あるんで、まあやっぱり冷やしてもやっぱり主張はあります。ああ、
こっちは逆にちょっとそのライトボディで甘さが結構前面に出てきてる印象で、ビターさと甘さの共存があったこっちのサードエディションに対して、こっちはライトボディの甘さが結構主役って感じ。面白いですね。うん、ああ非常に飲みやすいですね。で、あ、余韻にあのビターさもあったりするんで、結構頭に甘さが来て後追いでビターさが追いかけてくるイメージ。うん、非常に、でもこっちのサードエディションに比べるとかなりライトボディな味わいです。うん、ロックにしてもやっぱり結構軽い感じなんでしょうね。そういう意味ではあのハイボールにすると結構良くなるんじゃないかなと、結構期待値高いですよこれはっていうところで、ラストハイボールで検証して締めたいと思います。ではラスト、ハイボールで検証して締めたいと思います。まずはこちら、ユーザーサードエディション2023をハイボールスタイルでテイスティングいただきます。うん、うっすら爽やかな香り、やっぱり55度なんでね、うん、しっかりとそのあたりも主張はありますね。ではあ、飲みやすい、シンプルにやっぱり度数ゆえのまあ濃い味って感じなんですけど、やっぱりその甘さが結構前面に出てくるなっていう印象で、舌の上にね個人的にバナナがいます。うん、甘いです。非常にやっぱり飲みやすい、余韻も結構長めに本当ベターっと甘い感じが残るんで、いや実に飲みやすいですね。やっぱりこの辺なんかすごくなんか飲みやすさに振ってるというか、バーボンバレル、シェリーダル、水ならだるっていう感じで、なんか飲みやすいバランスになってるのかなっていう印象を受けました。ではラスト、ユーザースプリングインジャパン2024をハイボールスタイルでテイスティング、今回の主役さあどうか。結構ねライトボディなので、これはちょっと期待できるんじゃないかなと個人的に思ってます。あ、やっぱこっちもあのやっぱり度数由来の香り立ちはありますね。うん、ソーダで割ってもしっかりと主張あります。うん、結構穏やかで落ち着いた甘さって感じ。個人的にはあの和三盆みたいな、ちょっと桜餅的な、ようやく春を感じてるよ俺。うん、あの和菓子、和菓子ですねこれは。うん、塩味っていうかね、こうあのほらわかる、あの関東と関西で桜餅ってなんか違うらしいやん。どっちかというと僕の今イメージしてるのは塩漬けの桜の葉っぱが巻いてある方のあの桜餅なんですけど、なんか関東の方では道明寺とか言うらしいんですけど、まあ、その辺のちょっと解釈論を置いといてというところですけども、結構本当甘さっていうところにもちょっと酸味とかがあったりして、でもやっぱりライトボディがいい方向に結構しっかりと作用してるなっていうところで、うん、非常にハイボール飲みやすい、間違いない、春を感じる、こいつは極上だぜ。というわけで今回はですね、ユザスプリングインジャパン2024をお送りしたんですけれども、いかがだったでしょうか。幻冬からの解放、心躍る春の訪れを感じさせるボトルだったなと思うんですけれども、個人的に全体的にかなりライトボディですっきり味だなっていうところですよね。なのであの2023の方がかなり濃い味に感じました。でやっぱりね、こうハイボールかなりやっぱり相性良かったですね。でキーモルトにシェリーダルっていうことだったんですけども、個人的にはかなりバーボンダル原酒がいい仕事してる、でライトボディな結構軽めの酒質っていうのが、まあ、55度っていう度数であっても結構軽めに感じたので、やっぱりソーダとの相性よくて、本当ハイボール美味しかったですね。ぜひともね、まあ、あの人によってはちょっとさすがにもったいないよっていう声もあるかなとは思うんですけれども、ぜひぜひこの、 あのスプリングインジャパン2024はハイボールスタイルで試していただきたいなと思います。まあ、それぐらい結構個人的にはあのハイボール極上だったので、皆さんぜひ一度お試しくださいというところで、モッサンハイボールクラブでは引き続きいろんなことにチャレンジしていきたいなと思っております。今回のような飲み比べ企画、新商品の紹介なども頑張って継続していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
X サブチャン、インスタの、こちら登録の方もですね、合わせてお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ハッシュタグハイクラでの拡散や、当動画へのコメント、どしどしお寄せください。モッサンハイボールクラブでした。